か。船をね、とりあえず使うにもしたいしな。最後まあ2組いるし全然いけるとは思いますが、でもボッコボコ瞬殺ですな。とかでいいんだよな。あ、なんで起きっぱ？か、壁強化しとこっぜい。反対側？いや、どっちも来てないってやつですね。あれ？どっからコイン持ってきた？襲撃来ないね。どういうこと？してんのかな。すごい遅い。いや終わった。あれ襲撃なしで終了？おんや？
森が深い。多分これまで間に合うと思う。そしてお金がない人結構雇えてるんですけどね。畑作るか。左側の収穫が悲しいので、右側はだいぶありがたいな。おひょう、何の応答川はこれだっか。むしゃむしゃってむしゃで、2人ほど、いや3人。で、強化、畑を強化したいんだが、コインはないだろうか。帰っちゃうんだよね。畑強化しないと夜帰っちゃうんで。お。レッドムーンの音楽すごい嫌な感じなんだけど、来ないんだよね。なぜでしょう。これと反撃を重ならせないようにしないといけないってことかな。重なったらすごい音になるのかな。あれ大工前出たな。ハンマーが落ちてるぞ、1個。この人取るよね。こっち側な、人がすごい近くて雇いやすいのはあるんだが、収入がないのが悲しい。いや、収入は畑で補うしかないな。畑今一人だけ？左側を不用意に進めてしまったんだが、本来どっちに行くのが正解だったんだ。あれ、畑3人いたと思うんだけど、もう一人どこにいるんだ。いた、向かってる。一人どっかじゃ。4人入れるかな。Thank you.
実家は見に行ってみるか。桟橋はどっちかな。お、畑3人4人目ん？違うか？今3人か。4人入んないかな。3人はいるな。ワンちゃん大丈夫？その前出て。あ、大丈夫そう？大丈夫そうね。オッケー。草を食べてから行こう。ほい。いや。おーい。どういうこと？そして宝石がここにも1個。あれ？なんで秋っぱ？夜だった？あれ？ワンちゃん？ワンちゃん？敵来てたよね、1人。OK、倒した。ああ、もう1匹、もう1匹。危ない、危ない。これで夜、こうやってゲート閉まったかな。秋っぱか。秋っぱですか。あらら、いいか、見れない。マジか。じゃあいいや。鹿でも、誘いしよう。はい。で、預けるか。やっと、預けれるぐらいに。できたか。さあ食べて。あれでも一人余ってるかな。畑。ああ余ってんな。二人まで？三人、四人いけないっすか。容量二人か。全然いけないね。あ、そうだ。パン屋の人がいるから。パンで人呼べば、こっち側じゃなくてもいけるかな。こっち全然枯れてないね。全然です、全然。まだ収穫は出とらんですか。さて、今度はいけるかな。放てー。おーほーほー。
おお。結構来るね、敵。まあ、まだ欠けたりはしてないから大丈夫だとは思うんだけど。うん、消えといてね。さあ、もう一個あって。あとは、いや。その先。桟橋こっち、よっしゃー、こっち攻めるぜ。右攻めだこのオスジカの吐息でメスジカを無料だへい抜けるぞ。ほほう、ってことは前に進めよう。こうか。違う紛らしい、この人だはは畑の人邪魔働いてないくせに邪魔をするとは何事だいやー、左側の収入が悲しいね。畑どうすか？よし、今晩の修行が終わったら前線を押し入れよう。カタパルト出るといいな。大工さん危ないよふら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 前に行って壁強化入ってるから強いね。まあ、どっち。そしてこっちは切れないな。ゲート壊さないと。しまったな。ゲート壊しに行ってもよかったな。
ってる？撃ってるか。受け取る気配がないな。ほい。うん、受け取らないね。こっち側は一組だけか。まあ、一組でも。タイミング見計らえば壊せるかな。で、カタパルトはできた？できた。きた。じゃあ、今夜の衝撃終わったら、攻め込みますか。なんて、枯れた？橋の上は意外といないのかな？どうすか。あ、畑3人になってる。あ、4人もいける。人がいっぱいで雇う人に渡せない矢倉高くする。カタパルト無理そうだからな。忍者にする。はいか、弓安定の弓ここってもう行けないよね。おお、いいね。今夜の修行終わった？終わったかな？じゃあ、ゴー！うん、ストーリーだね。最後うん、いけるでしょう。あ、犬。犬連れてかれた。あ、って感じだ。跳ねた時に犬が。ワンちゃん。
おろ、畑か。忍者雇っとく。左側天狗が来た。天狗、そんな一瞬でやられるの忍者、もったいな。そんな感じか。一定数倒したらみたいな感じなのかな。まあ運か。ゲートを壊すときのナイトみたいな立ち位置なのかな。それが通常の敵にいけるって感じ。敷地の中まで。オッケー。まあ念のためもう一人いっとこう。いける？倒したけど、まあ忍者しといてよ。畑はどうっすか。畑ないっすか。じゃあ切り開きに行こう。あれコインないっすか。あれコインないっすか。あ、コインないっすね。コインないっすね。ないっすか。マジか。あるかと思った。畑どうすか。畑どうすか。ないな。しまった。切りに行く時間が。ちょっと引き出してくれるかな。そんなにはいらなかったかな。このお時間だとちょっと引いたのは難しいかな。肖像のところまで引いたいな。
そうか。パン屋にしたら、向こう側から人を呼べるのか？こっちパン屋にしてみる？微妙なこう壁がちょっと遠い。こう壁にできるけど畑がね。あれ、大工不足？大工いるけどな。なぜ来ない？お、忍者、まだ頑張ってね。木に隠れると強いのか、忍者は。もうすぐ上に忍者行く？よし、ここいないっすか、ここいないっすか。あるよね。 OKOKOK、 君行くぞ。切りに行くぞ。厳しい。とりあえず今日はこの木を切るぐらいかな。で、次はアップデート依頼しつつ木を切り倒してって感じかな。ゲートまで行ける？なんか行けそう。意外と木切るの早かった。ただね、彼ら戻ってこないんだ。戻すにはどうしたらいいかね。パンヤグラを依頼すればいいのかな。多分違う人が行くんだよね。ここね、パンヤグラの予定の場所。カタファルト置いてった。走ってる。2人だけ。まだ2人ぐらいいなかった？それ帰ろ。あ、いけた。やっぱり薄くなる前にやりゃいける。だとしたらもうちょっと場所考えればよかったな。
まあ何もないよね。休憩に行きたい。あー足りず。ちょうどのとこまで行きたい。パン屋のおじさん、ジャムおじさん。ジャムさんはこれ、なんか頭がおかしいぞ、ずれてちょっとハゲが見え隠れする。あ、旗か。旗頭にかぶってるみたいに見えてるのか。ブロンドヘアが、ブロンドヘアカツラがチラチラずれてるのかと思った。来た、いったれ、すごいかかるお金。おお、小躍り、ジャムおじさん小躍り。一応戻しとこうか、定位置へ戻ってもらえますか。ほらにね、降りてちょ。何個置いてあるかが全然見えない。配置悪。ゲートの配置悪。あ、そうだ、ゲートで木のそばまで行けるんだった。
依頼はできた。あれ？パン屋ってこの人が来るんじゃないの？向かってる気配なかったぞ。違うのかな。バスコーン切れたね。戻りますぜ。あ、来てる。左側から来てる？もしかして。ん？左側から来てたらもったいないね。近い側から来るの？順番に？そういうこと？あ、でも一人になってるな。よし、もう一回試してみよう。ストックがあるんだかないんだか見えないんだよな。なんか置かれてんのかな。うん、見えない。配置が悪すぎた。もう一個巻いてみるか。うわ、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 うわ。おお、走ってきてる。おお、走ってきてる。超ダッシュ力。